ハイセンズ、西口駅舎、犬塚駅は、福岡県久留米市水間町玉万にある、西日本鉄道天神大牟田線の駅。駅番号は、T34。久留米市で、最も南西に位置する駅で、久留米市の旧城島町方面や筑後市、八女市方面からの利用も便利である。2015年8月1日からは、 従来からの東口に加え西口が開設された。駅前にはタクシー会社や屋根付きの無料駐輪場、車の乗降場及びロータリー、バス停がある。また、都市計画によって犬塚駅前広場が整備されることになり、駅舎と反対側の西側に2016年3月末の共用を目標にして、送迎の自動車が停車な可能な場所と、 無料駐輪場を設置するための工事がされた。駅名の犬塚の由来は、開業当初は、当地が水間郡、犬塚村であったことによる。犬塚村は1955年に隣接する水間村と合併し水間町になり、2005年に久留米市に編入合併された。近隣にある灰塚駅は、灰塚町という別の市町村に由来するため、当たり駅とは、 無関係である。1995年頃までは、一面二線のホームで、六両編成分の長さしか停車できなかったため、一部の、電車は、一両分はみ出して停車していた。現在のホームが、他の駅よりも少し狭いのは、もともと一面二線のホームであったためである。また、椅子は、二両目停車位置付近にあり、その場所にだけ屋根があった。また、 当時はホームへは階段しかなく、バリアフリー化されていなかった。1995年頃にまず、福岡方面のホームが建設された。その後、現在の大牟田方面のホーム付近に仮ホームが建設された。そして、1995年頃であったホームがすべて、崩される。その場所に線路と現在のホームが作られた。しかし、 昔の大牟田方面用の線路があり、さらに1995年頃まであったホームのスペースに現在の線路とホームを建設したため、ホームの幅がかなり狭かった。そのため、一時期停車した大牟田方面の電車は一番後ろの車両しかドアを開閉していなかった。そして最後に、昔の大無田方面用の線路と仮ホームを崩して、 その場所も利用して、現在の大牟田方面用のホームを建設し、現在に至る。現在も、駅改札口付近には、仮ホームの名残が見られる。また、現在のホームが建設された頃から、2番乗り場には、福岡、久留米方面、1番乗り場には、柳川、大牟田方面の案内板が設置された。 2014年3月頃、有料駐輪場併設の民家が2軒ともう1軒あったが、犬塚駅前広場整備事業により立ち退き、さらちとなる。また、その後福岡方面ホーム側に仮設無料駐輪場が設置される2014年5月初旬、駅前広場整備開始2014年7月下旬、仮設無料駐輪場が 駅から数十メートル離れた場所に移動する2014年10月中旬、送迎車用道路が作られ、始まる2015年1月初旬、駅前無料駐輪場のバイク置き場の設置工事開始2015年1月下旬、駅前無料駐輪場のバイク置き場の設置工事、完了。2015年2月初旬、駅前広場の屋根が設置される2015年4月、 中旬、犬塚駅、西口駅舎の基礎工事開始2015年5月、初旬、送迎車用道路完成2015年6月初旬、犬塚駅、西口駅舎の外観が、ほぼ完成2015年7月中旬、犬塚駅、西口駅舎の内装が、ほぼ完成2015年7月26日、新駅舎に、犬塚駅と2箇所表記される。 フルタイプの自動改札機が2機設置される2015年8月1日、犬塚駅の西口駅舎が利用可能となる。トラブル防止のためか、従来の駅舎に配置された駅員以外に、西口にも入り口に駅員が配置されたよう。従来の駅舎には、犬塚駅の看板設置。入り口には、福岡、久留米方面は、 西口駅舎を利用するように注意書きされた看板も設置。犬塚駅の西口、東口の開設により、構内通路廃止。2015年8月中旬、構内通路及び、福岡方面ホームの既存スロープ取り壊し完了2015年8月下旬から1ヶ月ほど、犬塚駅前道路の踏切工事のため上下線とも、特急、急行が、 犬塚駅を通過する際に助行運転2015年10月、初旬、駅前無料駐輪場の自転車置き場工事開始2015年11月、初旬、西口駅舎に、スロープ完成2015年12月中旬、西口駅舎のスロープが使用可能となる、駅前無料駐輪場の自転車置き場が、ほぼ完成2016年2月1日。 駅前無料駐輪場の自転車置き場、バイク置き場が使用可能となる2016年2月26日、犬塚駅の福岡及び大牟田方面ホームの重ね工事開始2016年2月下旬、駅前広場の整備も大半が完了する2016年3月1日、久留米市城島町で運行を開始されたコミュニティバスが犬塚駅前まで来るようになるが、 駅前広場が完成してないためか通過し、近隣の水沼の里2000年記念の森公園、駐車場に待機し折り返し運転を行う。2016年3月下旬、駅前広場のロータリーに車が乗り入れ可能になり、城島町と犬塚駅を結ぶコミュニティバスのバス停が設置された。現在、コミュニティバスは、駅前広場のロータリーに乗り入れを行っている。 相対式ホーム2面2線を持つ地上駅。複線化される前までは、島式ホーム1面2線を有した。また、駅福岡方面側には、保守車両用の引っ込み線がある。2015年8月1日より、犬塚駅が利用可能となる。西口開設により、駅前広場や駐輪場から、駅やホームへの乗車が非常に便利になった。 福岡や久留米方面へは西口を利用、柳川や大牟田方面へは東口を利用する必要がある。日中の普通電車は大牟田天城を運行している。福岡方面へは東駅から二駅先の大前寺で特急と緩急接続を行う。2020年度の1日平均乗降人員は853人である。各年度の1日平均乗車及び 乗降人員は、下表の通り。駅前は、朝、夕の時間帯を中心に送迎車が目立つ。また、一戸建て民家やアパートが立ち並ぶ、住宅街である。駅前には、大きな駐車場が5箇所あり、無料駐輪場、寄り道バスバス停もある。駅前にあり、徒歩2分と近く、祭りの際は、利用客が目立つ。また、 平日、休日ともに、子連れの家族も、公園目的で目立つ。なお、駐車場は、夜間早朝は閉鎖される。窓に急鉄のマークがあったが、埋められている。ありがとうございます。